ジャハイムラット、テオドール・クルチウスは、ルプレヒト・カール大学ハイデルベルク等の科学の教授で、ある。1890年、1894年に、クルチウス定員の論文を出し、ジアゾサクサン、ヒドラジン、アジカ水素等を発見した。ハイデルベルクにある墓ドイツのデュースブルクで生まれ、ルプレヒト・カール大学ハイデルベルクで、ロベルト・ブンゼン、ライプツィヒ大学で、 ヘルマン・コルベに指示して科学を学んだ。1882年にライプツヒ大学で博士号を授与された。1884年から1886年までルートビヒ・マクシミリアン大学ミュンヘンのアドルフ・フォン・バイヤーの下で研究を行った後、1889年にフリードリヒ・アレクサンダー大学エアランゲン・ニュルンベルクの分析科学研究室を率いた。その後、 クリスティアン・アルブレヒト大学・キールの科学部門長となり、そこで論文を量産した。これとともに、1895年には、宮中古問館に指名された。1897年に、ライン・フリードリ・ヒビル・ヘルム大学本で著名なアウグスト・ケクレの後任を1年間務めた後、1898年に、ルプレヒト・カール大学・ハイデルベルクのビクトル・マイヤーの 公認で科学の教授となり、引退する1926年まで務めた。公認は、1962年にクルチウスの伝記を書いたカール・フロイデンベルクであった。1928年2月8日にハイデルベルクで死去した。自由な時間には、作曲を行ったり、コンサートで歌を歌い、山にも登った。 1894年にはドイツ・オーストリア登山家協会のキール支部を設立し、資材から支援を行った。ミュンヘン在住時代には山岳ガイドの W ・クリスチャン・クラッカーと親友になり、その後何年も一緒に山に登った。クルチウスは300法以上の論文を執筆し、そのうちのいくつかは科学の発展に大きなインパクトを与えた。クルチウス家は ブレーメン地方の出で何人か著名な人物がいる。カール・フロイデンベルク、アビッチリー、テオドール・クルティウス、1857から1928、ケミシャ・ベレクト96、IXXV、ドイ、10.1002、クバー、196億3096万434。ありがとうございます。